はい、戦国武将新野左馬之助公、まあ、新野左馬之助、近則公ですね。井伊直虎でも出てきた武将ですね。こちらの和歌がありますので、この方は戦死なんですよね。引間の戦いにて討ち死にと、67年9月15日新野左馬之助公御母将御母将、今ねちょっとそこは上がるんですけど、入り口のところはね、分かりづらいんで、まあ古墳っていうかそういうわけじゃないんですけどね、丘の上、ちょうど山の上に登りが出てますけど、あそこがお墓になりますね。でちょっと駐車場はね、観光施設というか新野の里という、今日やってないの、売店みたいなのがあるんですけど、そこへ止めさせていただくか、路上じゃない空き地のところがありますんで、そこへ止めるしかないと思います。はい、ここまあちょっと上がった上なんですけどね、まあ、一応話しながら行きますか。まあ、ちょっと息切れるかもしれませんけど、ここは階段がね、立派な武将だったみたいですからね、お墓も立派なんですがね、新野氏と聞いてね、すぐピンとくる方っていうのは、まあかなり戦国時代、歴史に詳しい方だなと思いますね。もともと新野家は今川氏の家臣でですね、まあ今川氏とまあ非常に深い関係のある方で、あ、ここにも書いてありますね。はい、ちょっと大河ドラマ女上司直虎、新野左馬之助出演記念、なるほど、植樹されたということですね。顕彰会までちゃんと、平成30年ですよ。まだまだ新しいですよ。あそこのね、ちょっと暗いんで、画像が見にくくなるかもしれませんが、ご了承ください。龍潭寺の方にもですね、お墓はあるんですが、まあ、戦死した方ですから、あちらは犬屋ですよね、屋敷跡とかありますけど、まあ、家臣団の屋敷がですね、まあ、犬屋 のセンターありますけど、あの裏がお城になってますが、その周りに家臣団の屋敷もありましたから、はい、これは違うんですけど、ここに書いてありますね。はい、新野左馬之助近典の墓、今川の一族ですよね。で、まあ、左馬之助と引間城主さんのこの伊予貫達貫という字がこの家の通字ですけど、この近典の妹こそが、つまり、直盛公の奥様ということで、まあ、直親がですね、疑いをかけられた時も、まあ、まあ身内というか、まあ、かばったんでしょうけどもね。でその妻が直親の後の井伊直政ですよ、大角舞を養育したということは有名ですと、まあ、幕末にいた内、直助は家来に近典の墓を訪ねさせ、また自ら、祀ろうと、ダメだったんですね、来れなかったと。あの直助公は結構祖先のそういうお墓とか行ってますよね。いい、彦根はもちろんですけど、彦根の周りとかその関係者のお墓、飯野山はそういうところがありましたよね。なんかそういう祖先をですね、大事にする方だったような形ですよね。なるほど、はい、ちょっと上がってみますかね。これはね、神社祀られてる感じになってますが、お墓ですよね、新野左馬之助のお墓ということで、ちょっとちっちゃいんですけどね、形はこういうタイプですよ、いわゆる五輪塔ですよね。江戸時代ではないんでね、ちょっと、まあ、補強院塔っていうのは比較的新しい時代で、もう昔はもう五輪塔っていうか、もう本当に石を積んだだけでもね、お墓って言ってましたから。こちらですね、この新野村っていうここなんですよね。だから結構飯野屋の方とは随分離れてる形になるんですが、まあ、こちらのもともと漁師だったということですね。こちらにお墓があるということですね。ちょっと小さめですけども、失礼して、こちらですね、これは御祭神ですかね、まあ、神社と祀られていますからね、左馬之助公を祀るですから、新野左馬武神社、石がね結構墓石でしょうかね、ちょっと分かりませんが、まあ、かなり綺麗に整備されていて、
お花はまあね、あの命日の日には多分ここに行けられるんだと思いますね。9月15日、ちょっと関係者の若ということですね。まあ様之助公ね、ちょっと若の前なんでね、あまりいつもそうですけど長話はしないと思いつつ、つい長々と話してしまうんですが、まあいいなお寺との関係とか、まあ兄弟がね、結局直虎の母ですから、まあ直虎からしたらまあ身内みたいなもんですけど、まあ今川家からしてもですね、まあ身内と、あとドラマでも出てきましたけど、伊原朝政に娘が嫁いでるんですよね。ですからその今川とのさっき、関係が深いと言いましたけど、そのこともありますし、まあ井伊家との関連も深いということになりますよね。まあ、墓石もすごく綺麗にしてね、昔のものではないような感じしますけども、まあ、直されたんでしょうね。2つぐらい見えますが、3つですかね、墓石としてはですね。これが古いことが書いてありますね、何かね。ちょっとここからでは見えないですね。ちょっとこれ以上立ち入ることはできませんので、立派なお墓になっていると思いますね。周りも顕彰の碑ですかね、関係あると思いますけども、これは供養の感じですね。後で写しますね。新野の領主だったと、この周辺の領主ということですね。はい、ちょっとね、夕方なんで薄暗くなってるんで、あまり長居はできませんが、こちらもちょっと見てみましょうかね。新野様の助の墓、立派な墓碑ですよね。これは昭和50年にということですね。井上良誕寺、やっぱり良誕寺のね方が書いたんですかね。なるほど、新野様の井伊直親の遺志、まあ、直政公もね、周りのこういう方の、まあ、努力とかあってね、まあ、場合によっては殺されてたわけですからね。まあ親もそうですけど、直親公、直政っていう人はね、生まれなかったかもしれないと。ちなみに直政公の直はまあ池の通じなんですが、政はですね、例の政直から取ったと、有名な俳優さんがねやってましたけど、そういう意味での政でね、まあ、直政っていう名前がね、今までも歴代長かったんであってもおかしくはないんですが、まあ、たまたまということですね。政直の政と、直父親の、まあ、通じの直ですねをいただいてというところになりますね。ちょっと全体はこんな感じですね。ちょっと周りは本当に綺麗な茶畑でですね、ここはこんな感じですね。はい、二の様之助、近典子の墓でした。